水星図書館は岐阜県水星にある公共図書館の総称。旧穂積町にある水星図書館本館と旧宋南町にある水星図書館文館の2館で構成される。平成21年岐阜県統計書によると本館の蔵書数は約15万8000冊であり、文館の蔵書数は約4万6000冊である。本館の歴史かつては、 穂積町役場に隣接する穂積町民センターに穂積町図書館があったが手狭であることから本格的な図書館の建設を望む声があった。1997年6月11日穂積町立穂積中学校南西側の敷地で新図書館の建設工事に着工した。1998年8月6日に水保町立図書館学習館が開館した。 開館時の蔵書数は図書が約5万2千冊、視聴各資料が約1700点。開館時の開花には約3万千冊の一般書と約1 9千冊の自動書があった。2000年8月10日には郷土資料コーナーに地水関係資料コーナーが開設された。これらは建設省基礎川上流河川事務所に帰宅された資料であり、水害や 治水の歴史ななどどを中心とすする、るる。河川に関する図書、パンフレットビデオなどである本館の特色自動開花コーナー、ブラウジングコーナー、一般開花コーナー、視聴覚コーナー、対面道読室、個室閲覧コーナー、学習室、郷土資料コーナー、レファレンスコーナーがある。文館の歴史津波町は津波町立図書館の建設を計画していたが、2003年には 津波町と保住町が合併して、水星が発足したことで、建設中に水星図書館文館に改称した。2004年7月10日、水星西部複合センターの2階に、水星図書館文館が開館した。文館の特色お話室、自動開花コーナー、AV コーナーなどがある。水星は本館と文館で異なる特徴を持たせており、文館は、 自動書が中心となっている。書家の高さは子供でも取り出すのが容易な140センチ以下であり、フロアの3分の1程度が自動コーナーとなっている。一般書では料理、旅行、育児などの本を充実させている。ありがとうございます。